大群の中でも学校行く学校が好き、城が好きだというもの、雪の中でも行っただろう学校に、そういった感覚で多分名古屋城に来てる気がする。先生が好き。先生が好き、うん、いいなぁ、ちょっと今嬉しかったな。ええ、まあそれちょっと嬉しいな。鼻が高いな。じゃあせっかくなんでちょっとこの辺がもうすごい寒いやん。冷たい。じゃあ今日はせっかくなんでどういう話にいたそうか、何か聞きたいことがあるものか、題目は何も決まっとるんで。じゃあ雨の戦で。雨の戦、うん、はっ、武士ここおるか。おります。あのわしら正門の方行ってみよう。わかりました。しこのままだと雨宿りさせておきます。今授業やりまする。俺おじき先生勝手に盗撮するな。わしらそうやって撮れるんだな。初めて知ったわ。便利だな。それがあったら名古屋城もっと早く復元できただろうな。時間かけて写真撮ってたよ昔は。さあでは雨に関する戦ということをな、今お題が上がったで、まあ皆も知ってるのは非常に有名な桶狭間の戦いというのは、雨の中で戦をしたというのは1560年、我らの時代まだまだ天下が統一されておらんかった頃に、東海道をな支配しとった今川公と、まだまだ尾張の領地も治めておらんかった信長様が対峙した戦という有名なな、2万5000果ては6万とも言われた軍勢対1万とも言われ2000とも言われ500とも言われた戦、明確な数字は分かっておらんのじゃが、しかしながら10倍ほどの差が生まれた中で戦をしたと言われている。で奇跡的大勝利ということで、逆転劇をした戦の一つとして有名な戦、他にもいくつかござるんだけども、逆転劇の中では非常に有名な戦でござって、先ほども話に出た雨の中で戦ったということで、雨が功を奏して戦に勝つことができたと。何故雨のおかげで勝ったのかというところが着眼点だな。基本的に雨の中でも戦をまあやるんだな。基本的には雨の中に中止になると思ったものが多いかもしれないけれども、雨の中は戦する、雪の中もたまにする、雪は積もると戦はしない、外に出ない。まあこっちの方は雪降らんかった昔、東北降っとったんだけど、東北の方は、まあ、チートぐらいだったら戦するけども、積もるようであれば戦はしない、基本的には。緊急でもない限りはな。さあそんなところで雨の中は基本的に行われる。さらに桶狭間の戦いはただの雨ではなかった。今のような雨、豪雨で、石水混じりという言葉を我々の時代は使っとったんです。石水混じりというのはどういう意味かというと、氷が降っとると、氷上からもう、ま、あの痛いやつだ、ダダ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 ダってちょっと経験あると思う、みんなも一遍は氷が降ってきたことあると思うんだけども、異常気象を言うてバババババババ降ってきた時に戦をしたわけだから、それは何が良かったのかというと、足音を消したわけだな。足音を消したし、なんなら姿もぼんやりした、非常に降っとったでな。敵軍もやはりな気を張っとったわけじゃな。他の軍勢が横やり、横から攻めてこんかと、物見役、我らの大義言うと弥太郎のようなものが見とったわけじゃな。敵が来んか、その際に信長様は京をついて、さらにその裏をついて、これよく聞くのがな、秀吉様が中国を大返しでものすごい距離を走った、うん、この桶狭間の戦いは時間的に申すと中国を大返しよりも早くに移動したと言われる。そういったところがあまりな着眼点に持ってかれるんだけども、結構な距離なんだよ、だいぶ旋回したんだよ。まっすぐ行けば早いんだけども、今日つったみこうおーと、ゆえに距離もものすごく伸び、それでもエラー早かった。それもやはりなぜそのようなことができたかというと、秀吉様しっかりなんだけど、信長様が先陣に立ったというのが大きいな。だから主らも学校におったと思うな、あいつだけには負けたくない、あいつだけには期末テスト勝ちたいな、68点、あ、わし70点ぐらいな、2点差であろうと
意地を張った相手がおると思う。我々、ね、モーセは主君が前に出るのであれば自分が前に出られればどうすんじゃっていう状況なんだよ。今では社長は後ろにこうやってどんどん構えるかもしれないけど、社長に前に出るとおーっとなるわけだからな。ということで皆が急いだわけだ。故に早く旋回できて火をつけたというわけだな。しかもこの豪雨の中で相手の姿が見ることができんかったがために今川軍はうおーっと驚いて、何事じゃー、織田軍じゃーと言ったら、信長様はさらにここで起点が良かったのが、いちいち目の前に来る敵は倒さず本陣を狙えば、今川の本陣を狙えば義元公がおるがゆえに総大将の首を討ち取れば戦は終わる。そもそも2000、3000、4000、5000という軍勢で 何倍何十倍の敵真っ向が戦って勝てるわけじゃないんだよ。絶対的にどんな鉄人おじきが5000人おっても勝てん。これはあ、分からん、おじきが5000人おったら勝てるまあそんなような状況ではないでな。無論兵のほとんどは農民じゃから、当時は兵の分量まだな完璧にできておらんかったゆえに、そういったところで本陣を狙い、でそして皆がよく聞くのはここまでじゃな。で義元公の首を取ってめでたしめでたしつって拍手みたいなな、そう思うかもしれんが、実際戦の方どのようなものだったかというと大変血が流れた。だからここまで聞くと、あ、本人だってもうな、どけどけって言って、で義元公いた、ブサー終わりみたいな、すごいそんな簡潔に終わったように思うかもしれんが、そんなわけないな。今川軍は必死に止めるわけじゃから、本陣狙っとるで、屈強ないわゆるな我らの時代の古将と呼ばれるものであったり、いわゆるおじきが勤めておった赤穂浪衆、黒穂浪衆というな親衛隊がおるわけよ。親衛隊、今の時代もあるな、親衛隊、どこどこの小町とかについては親衛隊みたいなのがおるな、おなごが町を守っとるような親衛隊ああいう具合に屈強な屈強なやつがいっぱい守っとるよ。そういったものはやはり腕が立つわけだ。故に農民のやつが立ち向かっても勝てるわけないな。だからこちらも多数で今歴史授業で、ああわしの試合にもうそれ置いてきたんだけど蹴ってあげるの置いてきたんだけども、わしが持ってたんで、あ、もう自分持ってた。今桶狭間の戦いについてな、改めて話を戻ってたよ。でしてその中でやはりわしのように屈強な者がおったがために戦をしおれば農民は多数やられてしまう。織田軍は多大な被害が出たわけだな。その中で毛利というものがなんとか本陣にたどり着いて討ち取ったわけだな。その屏風もある、残っとる。まあ江戸時代ぐらいになってから書いたものなんだけども、当時すぐ書いたものではないんだけども、その屏風、うおすごい雨じゃな、盛り上がってきたな、お客様との会話結構まさに我に 天が味方してるかのように、まあ、今すぐ出陣じゃんっつったらおじさんついてくるか、ちゃんとカラクリキ捨てろな、ちゃんと壊れるぞ、もうカラスもいっぱい来たもん、ほんとにカラスがすごい、すごいぞ、わしの首を狙っとるかもしれない、ほんとにすごいな、カラスがいっぱいいたということで、毛利というものが必死にもう血だらけになりながら義元公の首を討ち取る姿が描かれてる。だからぬしらが知ってるようなお客様を叩いてるのはあっという間に終わったような奇跡的大勝利のように感じるかもしれんが、実際には多くの血が流れて被害が大きかった。で織田軍としても多大な、損壊が出て、その後にすぐに戦ができるような状況ではなかったのが本来のお客様の戦い。やはりそれほどまでに今川公との戦いは熾烈なものであった。そしてこれ教科書では絶対に描かれない、書かれない、もう玄人好みはちょっと細かい話、そもそも今川公とこの戦い喧嘩は初めてではなかった。ここがそもそも始まりなんじゃ、ここが名古屋城、今川との喧嘩はここが初めてなんです。はい、名古屋城検定受けるものは分かったかもしれんけれども、ここ名古屋城最初は誰が領地にしとったかというと今川家であった。今川牛豊というものが名古屋城、柳の丸というものをもともと築いたんです。柳の丸、そこから織田家が乗っ取って、織田家が昔の名護のとかな名古屋城というのを築いたみたいです。だから
すごい長年の父の代2世に2世3世にわたっての戦いなわけだよ、実はこの桶狭間の戦いというのは。だからこそ信長さんは負けれないという意地があったわけじゃん。父は勝っとるで、な、真っ向パシャーンって死んだのがあるっていうのは、18の時に親父の真っ向パシャーンってやって死にやがってってやった親父は勝ったわけじゃから、ここで自分が負けたら真っ向を投げた意味がない。そのすぐじゃからな、また父が亡くなったすぐの話だから、やはり織田家を背負っとるがために、まあ因縁の今川には絶対には負けれないという気概が見えたというわけだな。まあ信長様当時としては高若舞敦盛を待って、そしてな、湯漬け、今で言うところの美味しい永谷園のお茶漬けみたいなあれをガガガって食って出てったみたいな話になっとるけれども、もうそもそもずっと前から構想としては頭にあったわけで、さよニハオニハオファンリクワンリミンクブーパイチャーパイチャーパイチャーオッケーオッケーパイチャーイーティ中国語の授業が始まってしまった。中二目肌イーティエン聞いとらんのよ取ったら満足しやがった。早かったの、タイムは早かったの、いらんねん。それが雨に関する桶狭間の戦いの話である。いかがであったか。よかったよかった。さあ続いてまた題目がございれば何でも答えてまいろうか。あるもの何でもええぞ、根本的なことでもええ、何でもええぞ。なんじゃ、主演、あ、宴について。あー、これはこの時間帯でいいかそういう話であるけれども、宴、そうじゃな、宴はよくやっておった。武将はな、武将はよくやった。階級の低いものはなかなかできん。じゃあ宴の一つ紹介しよう、時間帯的にな。そういう宴はやめた方が良さそうじゃから。宴っちゅうのはな、いろいろあるんだで。18歳以下がおりそうじゃから、ちょっとやめとくわ。だから18歳以下のものでも聴ける宴、知る子と呼ぶ宴がある。知る子、知る子、初めて聞いたものもあるかもしれんけれども、ぬしらもやるじゃろ、タコパタコパやるじゃろ、タコパ知っとるぞ。大阪の流行っとるたこ焼きをみんなでつつき合うかような宴があると。我らの時代はタコではないんじゃ、たこ焼きではない、味噌汁なの。味噌汁パー、味噌パ略して味噌パが大流行。味噌パは空前絶後の大流行でござって、何十年も続いとったすごいじゃろ、空前絶後の味噌パどこぞの原理言うてそうだけどこの汁粉っていうのはどういう仕組みか、これはヌシアのタコパに置き換えて考えてもらえばもう簡単じゃん。タコパやぶみで送り合うじゃろな、おのが自身の2人の仲間内でやぶみでシュッって、明日タコパやろう、よいぞ、返事が返ってきた、よし、じゃあどこどこの家に集まろうってなるわな、屋敷に集まろうってなるわけだ。じゃあ今日は刑事の屋敷で大丈夫か、よいぞ、刑事の屋敷で前だけで宴をやろうな、タコパをやろう。そしたらわしはどうする、むしろ小野川自身の家でな、宴をやるって言ったら迎えねばならんじゃろ。無論分かりやすく言えばまず部屋きれいにするわな、部屋きれいにするな、散らかっとるもん片付けるな、押し入れにドーンって入れてシャッて入れるだけど、シャッて入れるだけど片付けとは言わんやり方で全部見えないようにするだけ、あと場所を出さなくずらすっていうよく分からんことをする、よくなんか空いてる位置を広げるだけのよくわからんことをする。それで部屋をきれいに出す、さすればその後に持ってくるわけだな、その焼き器を、焼き器を持ってきて準備を整え、そして飲み物等も持ってくるわけじゃん、さようじゃろう。これがヌシアのタコパというやつの仕組みじゃろ。わしらのシルコはここまでは一緒なんだよ、ここまでは一緒。ただわしらの場合は来る者たちにあるものを貸すわけだ。実はタコパなるものはな、もう用意してあって、でみんなに作りながら楽しむものでござるけれども、汁粉の味噌パに関してはヌシラが
まずお椀、お椀持参、お椀は持参、あと米、米を持ってくる。米なんで、タコパでも米一緒に食うか分からんけども、な、米持ってくるんだよ。だからどういう状況かというと、ここは屋敷だと思うんですよ。わしが、おおっつって、清正かっつって、はっ、拙者清正にございます。吐いてもよろしゅうございますか。っていう時にこう、ちゃんとこう、米が入ったお椀を持ってやってくるわけじゃん。きじともーって言って、味噌パンやりに参ったって言って。じゃあ座れ座れちょっと座るとことかちゃんと用意するよ。で、わしはどうするかというと味噌汁を作っとくんだよ。味噌汁をだからもうたこ焼き作っとくわけじゃん、わしは先に。だからこうやったらは米、飯持ってたこ上に乗っけて一緒に食うっていう。だからわしはその乾杯に味噌汁こうやって入れておー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 っつって炊き出しみたいなことをするわけじゃん、わしは。自然の宴はそれで楽しむ。で、これは今最初に言ったけども、ヌシラもマタザヤムミラインなるものでな、タイの結束をするだろ、うん、な、あの座組みたいに作るだろ。そしたらこれが交代制なんじゃ。だから今日わしがやる、じゃあ来週は清正が親、うん、だから清正ん家行こう、うん、で、じゃあその翌週は誰ん家行こう、あ、じゃあトーマン家行こう、うん、で、ナッツん家行こう、これ回っていくわけじゃん。すると今度はわしがお椀と米持っていくわけじゃん。だからあいつんちの味噌汁まずいななるわけ。あいつんちの味噌はおかしい、豆味噌使っとるかまほどに、なんか混ぜとらんかとはならんけども、まだ言わんけども、ただこれは重大な、これ武将としていわゆる我々からすれば、まあ本丸御殿見てる前が分かるんだけど、あの表書院のように迎える側っていうのはメンツが大事なんだよ。だから味噌汁作るときにちょっといい味噌使いたいんじゃん。前田家の味噌すげえじゃろ加藤家でこの味噌出るみたいな、ちょっとドヤ顔したいわけじゃん、やはり。ということで借金するものもおったぐらい、タコパすんのにいいタコ北海道から持ってくるなって、それ借金して輸入してきて、そのタコ車ってどうよ、エゾさんよみたいな、このタコエゾさんをやりたいがために借金をする。これで有名なのが光秀じゃん。光秀の場合はもうなかったわけじゃん、金がなかった、ビタ一もないっていう状況で、ただ自分に親の番が来てしまった。どうしたかというと、なんと妻が髪を切って、その髪を売って、その金子で味噌汁作ったの。すごく嫌な、しかもそれを言わんのじゃん光秀。なんか光秀は多分これな、多分起きて、あ、今日は味噌パカしまったなーって、金ねえしどうしようと思って、どうしようなーってずっと相談しとったわけじゃん、その時に。まあ普通に多分朝食作っとったんだよな、朝飯を妻がな作っとって、おはようさんって言ったら、おはようさんって、おどうしたって言ったら、イメチェンか髪型変わったではないかと、短くしたなっつって、似合うとか言って似合うではないかって、 あれかもしれないな、これから短い髪の毛が流行るのかもしれんみたいな、多分そんな会話したんだろうな、多分鈍感じゃったからな。そういう会話した後に味噌パンを無事終えてから、実は髪を切ってそのお金でやってたんだよって聞いて、光秀はもう泣いて、どうしたかというと側室は持たない、この妻だけ愛そう言うて、わしらの時代では考えられない、姫一人制、姫一人制を敷いてそれでずっとやってた。ゆえにそれでできた子、それでできた子というか、それに血がつながった人間おるんだけども、ガラシャっていうのがなおるんだよ、キリシタンっていうな、ちょっと南蛮にかぶれてしまったものがおるんだけども、ガラシャとな付き合ったのがわしの親友の息子だったんだよ、忠興、細川忠興。名古屋城にもな、あの石垣作りに来たんだけども、忠興はもう貢いでみたいになってしまって、たまーみたいなのもなんかもうお妻のことばっか考えるやつになってしまって、多分あの血筋はもうな一人の女子ばっか追っかける節なのかなというな、ところがもう受け継がれとるという、
その元は光秀がこう最初にそういったことをした、そういった借金も抱えるようなタコパをするのが我々の時代の宴であった。よし、いかがであったか。俺は面白い番だったな。さあ、他に質問があるもの、お題あるもの、何でもええぞ。あんま黒音にならんほうがいいけど。ちなみにどこの方のお味噌汁が美味しかったか。どこの方の味噌汁。前田に決まったわ。お松様の豆味噌すごいからな。言うたけど前田家に関してはな、わしも加賀の国に帰ったのは40過ぎてからだ。40過ぎてから加賀の国に帰って、加賀の国で未だに尾張の豆味噌使っとったでな。しかもお松様の豆味噌はあの太閤殿下も認めた味噌汁だからな。でこれを名前を集め汁って、今の豚汁みたいな、これがうまかった。これであの太閤殿下をうならした。前田の味噌汁、前田家一番うまい。だって具がいっぱいじゃん。知っとるか、カレーなるものあるじゃろ。カレーを作るときにあれが大事なのが香辛料でもなくな、汁なの大切なの。野菜で煮込んだ汁なんじゃ。なんていうか知っとるか。V4 って言うんだから。V4 って、その V4 のことで、厚め汁は具だくさんなんじゃ。だからにじみ出とるんじゃ、うまい汁がいっぱい。そして終わりの豆味噌、この天下無双の矛と盾を手に入れて、太閤殿下が前田の味噌汁が食べたいって言って加賀まで来たこともあるぐらいだから。だから今で言えば観光しにな、名古屋に来てひつまぶし食いたいみたいなもんだろうな。そういった具合に動かせるくらいの味噌汁、もう今食えんけどな。まあ お松様に頼めば食えるかもしれんけど。どうぞ、さようなら味噌汁。さあ、他に質問ござるもの。シルコートがここに入るには どういうふうにおなるほど、どうやってシルコやりたいと思うんですか。シルコをやりたいと、いい質問じゃん、それはいい質問。そのシルコ、しまった、今日は時間がないと思って。お時間だ、はい、帰るぞ。ありがとうございました。